今日のお昼一緒に食べない？今日はみんなを誘って屋上で食べようってかすみたちと話してたんだ。わー、素敵ですね。今日はいい天気ですし、きっといつもより美味しく感じられる気がします。だよね、はぐみも一緒に食べるでしょ。はぐみ、どうしたの？もしかしてお腹痛い？それは大変です。今すぐ保健室に行きましょう。お腹はちっとも痛くないよ。実は父ちゃんから頼み事されてて、けどどうすればいいか全然わかんないんだよ。頼み事ですか？なんか次のお祭りのためにもっとお客さんが喜ぶアイデアが欲しいって言ってるんだけど、なかなか出てこないんだ。そうだったんだ。じゃあ私たちも一緒に考えるよ。友達が困っている時に手伝うのは当然のことですから。いいの？二人ともありがとう。どういたしまして。けど新しいサービスですか？なかなか難しいですね。ダイさんはどんなものがあったら嬉しいですか？そうだな、私はやっぱりウサギかな。コロッケ1個買うことにつき10分触り放題とか。それいいね。ウサギってすっごく可愛いもん。うちのコロッケを食べてウサギを触って、きっとすっごくニコニコできるよね。あ、でもうちはお肉屋さんだから動物はダメかも。そっか、残念。イブだったらどんなサービスが嬉しい？ズバリ武士です。武士の方に接客していただいたらきっととっても嬉しいと思います。武士か、それもいいね。ねえはぐみ、試しにやってみようよ。武士だから。いらっしゃいませでござる。本日のおすすめはコロッケだよ。うってござるよ。とってもおいしいな。うってござる。武士になるのって難しいね。はぐみにはちょっとハードルが高いかも。なかなか難しいね。あれ、はぐみのカバンについてるストラップ新しいやつだよね。食べ物に可愛いお顔がついていてとっても素敵です。あ、これはキャンディーばあちゃんのところで買ったんだ。キャンディーばあちゃん、いい名前。キャンディーばあちゃんは駄菓子屋をやってるばあちゃんなんだ。この前ななみんがお菓子のおまけを集めてるって言ってたから連れて行ってあげたんだよ。このストラップはナナミンにおすすめしてもらったお菓子のおまけなんだ。お菓子のおまけ、あ、ひらめきました。はぐみさん、それですよ。おまけをつけてみるのはいかがでしょう。え、おまけならコロッケつけてるよ。いえ、コロッケではなくて何か他のおまけをつけるんです。あ、それすっごくいいね。何種類かあったらナナミみたいに集める人もいるかもね。何がもらえるんだろうってワクワクするもんね。どんなおまけがいいかな。やっぱり武士です。武士道は日本の魂ですから。あとはウサギだよね。モフモフしてて可愛いもん。あ、ハンバーグでもいいよ。武士にウサギにハンバーグ、二人ともすっごくいいアイデアだよ。これなら父ちゃんも喜んでくれると思う。どんなおまけになるかとっても楽しみですね。おまけが完成したら教えてね。絶対見に行くから。もちろん、期待して待っててね。あ、そうだ、二人とも今日の帰りにうちに寄って行ってよ。手伝ってもらったお礼にコロッケ持ってって。楽しみです。はぐみ
のコロッケは絶品ですから。うん、お腹空かせていかなきゃ。楽しみ。うちのコロッケは日本一だからね。